はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。クレリックキルということで、久しぶりにね、影の氷結4枚積んで、アグロをね、借りまくってやろうかなと。特にライフゲイン系のデッキ。クレリックデッキとかも込みでね、かなり今増えてきてますんで、まあ今一度ね、この影の氷結のね、怖さを叩き込んで、環境からね、抹殺していこうと、はい、思います。さあ、それじゃあね、早速、やっていきたいと思います。はい、プレイ。なかなか濃いハンドですね。まあまあいけるか、これは。おー、マギーか。はい、引き釣り目。夜マナになってしもうた。マギでもない？なんだろうね。まあ、どちらにしても影の氷結で一気に流してやりたい展開ではあるね。で、まあ、こういう相手の場合はね、ひたすら序盤粘れるようにね、害獣召喚学とか引き釣り目とかそこら辺で粘りながらさっさと5マナ揃えて1回リセットするっていう。まあでもブロックしとこうか。何もなかったらそれでいいし。わ、いきなり壊された。まあ、秘金の保証の方はね、そんなに怖さはない。まあまあ3点なんで。こいつはね、めちゃくちゃ爆発する可能性あるんでね、基本的にはブロックしておきたいよね。だからまあ次殴ってきても1体だけブロックするっていう感じですかね。うわ、トランプルついちゃった。トランプル嫌だね。まあしかしこのターンで。ハグラの神殺しどうするかだね。取っといて、まあ変な動きしてきた時だけ使うか。エーデリン、はい、 OK。 まあ1マナしかないんで大した動きはできないと踏んで、ここはこうブロックしましょう。さあ、ターンもらいます。お、2枚目も引きましたね。いいですね。
さあ、影の氷結。さあ、分からせてやりましょう。影の氷結のね、怖さをね。一時期めちゃめちゃ撃たれてましたからね。まあ、呪文縛りとかがね、ちょっと、厄介で、最近減ってましたけど、またちょっとね、増やしていって、クレリックデッキとかがのんきにこう、のさばらんようにね、していきたいね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。はい、よろめっかい出してターン終了。このパターン結構きついよね、ポータブルホール。論争がね、使えないっていうね。はい、土地出してターン終了。論争を使ってこう、宝物出してっていうテンポが大事なんですけども。他にやることないんで真っ白いきます。気持ち妨害。お、いいですね、これは最高だ。もう一回ポータブルホールとか来ないかな。ここに関しては先に追放しとこう。カード引かれるけど、あれはちょっとまずいわ。さあ、アタック、ターン終了。さあ、次のターン群がる骸骨出せそうですね。さあ、命取りの論争。マイナス1修正で野心家とりあえず倒しますか。おお、土地土地か。おっと、さらに土地。さすがに土地引きすぎだわ。はい、群がる骸骨。さあ、こっから土付き合いスタートです。まあ、相手のクリーチャーができたときはもう影の氷結で流しましょうか。というかもう今流してもいいかな。ああ、いいかもしんないね、これ。さあ、アタック。まあ、ブロックされるだろう、いちいち。もうブロックしてこない。それじゃあ命取りの論争。はい、影の氷結。さあ、そして骸骨が2体。なんかでかいの出てきたね。さあ、アタック。さあ、通してきた。はい、命取りの論争。さあ、めちゃくちゃでかいぞ。91トランプル5体。
なら殴っていきましょうか。はい、アタック。さあ、グッドゲームということで、はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行7枚でキープ。さあ、引き釣り目、ターン終了。ん？引きがちょっとなんかおかしいぞ。はい、よろめくかい。まあ、殴りますか、アタック。ターン終了。まあ、多分初心者の方かな。まあ、であれば容赦なく行きましょうか。容赦なく行ってどうすんだ本当。まあでもどうだろう、普通に殴りながら。おお、なるほど。まあでももうこれガンガン殴っていくか。さあ、アタック。気の螺旋。まあ殴りましょうか、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。はい、よろしくよろしくと。はい、引き釣り目からいきます。吸血鬼デッキか。さあ、詩人の羽ペン。ターン終了。チトークンをめっ
ちゃなんか作ってきそうなデッキですね。はい、引き釣り目。環境科学で沼持っていきましょうか。ターン終了。さあダックターン終了。さあ命取りの論争で回避します。さあブロック、さあ影の氷結、まあ一回リセットね。ターン終了。まあアルカイク何のために入れたんだっていう話だねこれ。さあ古き神々への拘束。はい、よろめっかい出してターン終了。土地を伸ばすのを阻止してきましたね。まあそんなに重要ではないんだけども、さあ群がる骸骨、さあアタック。まあでも大軍への給仕あるってことは、群がる骸骨もまあ割られる可能性はあるってことだよね。まあ5点食らうけど。虐殺されてしもうた。外獣召喚学、さあ装備して、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープしましょうか。激重だけど。ターン終了。ターン終了。なんだこれ。まあ先に土地だけ破壊しときます。もっとライブラリーが241枚。
再起動しろと。さあサルーフが来て、マジか、向こう食らってしまったマジか、びっくりだなそれは。え、そんなのも入ってんの。影の氷結通るかな。まあ打ちますけど、綺麗に消えてなくなりましたね。さあ探りのよろめく会、ああ何もなさそうですね。群がる骸骨、さあ殴っていく、アタック、命取りの論争。引き釣り目、裕福な亭主、ターン終了。さあ骸骨が2体、アールンドが出てきた。なかなかですね。まあ、でも先にアルンド倒しましょうか。ちょっと引きが寒いけど。さあアタック、ターン終了。さあ骸骨が育ってきた。これは強い。詩人の羽ペン。さあ骸骨につけて、さあ殴っていきましょうか。3体でアタック、羽ペンをつけてターン終了。死者再生、はい、はい、対戦ありがとうございました。はい、7枚でキープします。はい、引き釣り目からいきます。
さあ、アタック。ターン終了。13思考書、珍しいカード入ってますね。ハンドが13枚になったら勝ちでしたっけ。アップキープの開始時か。まあ流星するスピリット倒せるんだったら OK かな。さあ古き神々への拘束、まあ殴っていきましょう。パクられた裕福な亭主をパクられた。さあアタック。いや22別にいいか。殴ってきそうな気もしますけど。まあでも1点ずつ削っていくのはやっぱしんどいね。さあハグラの神殺し、引き釣り目出してアタック。ターン終了。さあブロック、どうだろうね。アルカイックの教えとかでいっか。アルカイックの教え、お、普通に通ったぞ。はい、引き釣り目。さあ、殴っていく。ターン終了。え？逆にどういうハンドなんだろうね。何これ。ああ、なるほどね。ってことは相手がこちらのアップキープに1枚カード引くことができるということでしょうか。よしよし、とつきましたね。さあ古き神々への拘束、害獣召喚学。さあアタック。もうでかいの出てきましたね。縛られた。
さあブロック、相手のハンドこんなでかいやつばっかりかな。さあ古き神々への拘束。もう殴るか。さあアタック。ターン終了。さあアタック。ターン終了。なかなか厄介だね。まあ殴るか。ここで打ってもあんまり効果なさそうだけどね。真っ白。そうだね、やっぱさっきの手札が全部こういうでかいクリーチャーばっかりだったんだろうね。これピンチだぞ。めっちゃやばい。めちゃくちゃやばい。さあ古き神々への拘束。いいところで引いてきましたね。さあクラーケン戻れ。ちょっと待てよ。指定されてから戻してきますか。ちゃんと まあそれでもまだ全然楽ですけどね、戻してもらえると。殴ってくる。悩むけどね。あと6点どうやって削る？わからんけど、まあ、多分これで裕福な天使ブロックされて3点通ると。で、はい、よろめっかい。ターン終了。あと3点。さあ、向こうもだんだん殴りにくくはなってきてるんじゃないかな。次、接し尽くしね。引き釣り目を置いといて3体で殴ろう。残りライフが2。ターン終了。さあクラーケン
これは面白いカード引きましたね。ペラッカの捕食。ハンドがね、見えるのはかなりでかい。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。クレリックキルということで。まあ、いつもね、対戦動画終わってから、この最後撮ってるんですけど、ちょっとなんかメンテナンスの関係でもう、いつ打ち切られるかわかんないんで、先に撮っときます。なので、ちょっと内容に触れにくい。はい。クレリックに今撮ってる段階では当たってないんで、まあ、この後ね、時間いっぱいまでやって当たることを祈りながらって感じですね。はい。影の氷結ね、またちょっと流行らせて、クレリックデッキとかね、アグロデッキをちょっと消していこうかなと、環境から。ね、一時期ね、影の氷結すごい流行ってたんですけどね、白タンの呪文縛り出たあたりからかな。あそこら辺からちょっと分が悪くなってきて、だんだん消えていきましたね。まあこれでね、また、クレリックデッキ、ライフゲイン系のデッキとかですかね、そこら辺が、消滅してくれるんじゃないかなとね、期待しながら。もう相当増えてきて、めっちゃやられますからね。殴り合いやってるとね、かなりきつい。ライフ回復しながらでかくなるのはほんとやばいからね。まあ、これでちょっと分からせてやりましょう。影の氷結の強さをね。はい。まあ、そんな感じで、影の氷結好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。